マジか、これってこんな人気あったんだ。さあそういったところで今日の動画やっていきましょうか。いくつかテーマがございますので順番に紹介していきましょう。まずはこちらをご覧くださいと。なかなか衝撃的な内容なんだけど、ポケモン GO プラス、皆さんこちらは応募されましたか？どうでしょうか？このポケモン GO プラスっていうのは、先日のポケモンプレゼンツで発表がございました。でそのタイミングで初めて情報が出てきたわけですが、まさかね、これ抽選で応募しないとゲットできないっていうの知らなかったわ。なんか普通にゲットできるもんだと思っていたんですが、まさかの抽選販売なんだ。でこちらなんですが、事前の予告通り6578円、結構いい値段しますね。で具体的には7月の14日金曜日にこちら家に届くみたい。そんなところでかなりですね、ポケモン GO プラスが話題となっておりまして、すごい数のツイートがございますね。いやーけどこれはすげえな。そしてこのポケモン GO プラスですが、確かポケモンスリープと連携するのに必要みたいな認識で間違いはないでしょうか。俺もね、そもそもノーマークだったからあんまり知らないんだよね。ただこれはやっぱりポケモンスリープとの連携で必要なのか。まあ、そんなところで、こちらのポケモン GO プラスがかなり話題となっておりまして、販売再開っていうところで、今なら、Amazon で購入もできるみたい。まあ、リンクはですね、概要欄と、あとは、ポケモン欄じゃねえよ。コメント欄、ポケモン欄でなんだ。コメント欄に貼っておくので、もしよろしければ、そちらからですね、ご覧いただければと思います。ただ、パッと見てみると、一時的に売り切れになっていても、おそらくすぐに在庫が復活すると思うから、まあ、気長に待つっていうのがいいのかもしれません。ただ、人気って聞くと欲しくなるよね。なんか普段ポケモン GO とか全くやってないんだけどさ、ただなんかやりたくなるな。っていうかポケモンスリープをやるには、まあ連携するにはか、連携するには確かこのポケモン GO プラスなるものが必要なはずだから、まあ買っといた方がいいのかな。ただ思っているよりちょっと高いよね。はい、まあとりあえずそういった形になっておりますので、もし気になる方はぜひね Amazon ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ただポケモン GO プラスってさ、ポケモン SV とは特に関連性はないのか。いや、けどポケモン GO とポケモンホームが連携できるし、で、ポケモンホーム経由で、ポケモン SV にはポケモン送ることができるわけだから、まあ一応間接的には関係があるのか。まあそんな感じでございます。なんかポケモン GO がね、すごいね、トレンド1位なんだけど、まあそんなところでかなり話題となっておりました。で、あとはですね、すでに皆さんお気づきかもしれませんが、今、ポケモンスタジアム2がかなり熱い展開ですね。多くの方がプレイしていて、相当話題となっております。で、多くの配信者であったりとか、動画投稿者が今プレイしているのかな？まあ、そんなところで、このポケモンスタジアム2が相当話題となっておりますが、なんとね、64時代には実現することができなかった。オンラインのマルチプレイに対応していると。これがかなり大きいんですよ。まあそんなところでこちらについてもかなり話題となってます。ただやっぱり昔のゲームってさ、オンラインに対応してないっていうのが最大のネックだったから、そこのところがしっかりとクリアされているっていうのがすごいなと思いました。ただ一方でこちらに関しては通常の任天堂スイッチオンラインに加入してるだけだとプレイすることができないと。で、任天堂スイッチオンラインプラスなるものに、こちら、追加で加入しなければいけないから、そこのところが若干ネックなところではありますね。しかもこれそこそこ値段するからね。なので、まあ、どうしてもやりたいっていう方は、加入をおすすめいたします。で、こちらですね、画像の比較、まあ、映像の比較っていうところで、こちら、任天堂64。そして今回、任天堂スイッチで生まれ変わって、
自走されたというところで、まあ比較になるんですが、ぶっちゃけそんなに変わってないよね。まあ一応ね、グラフィックが滑らかになったなっていうところは感じられるものの、ただ正直64とそんなに変わってないかもしんないな。まあそんな感じでございます。でこちらでもですね、取り上げられておりますが、やっぱりベースはね64になっておりますから、まあ任天堂スイッチで確かに、まあ綺麗になってるけど、そんななんか劇的に綺麗になってるってわけではないですね。で次、4月14日金曜日夜6時55分まで残り48時間アニポケカウントダウン、明日何かが起こるって書かれてますね。これどういうこと？いや今取り上げたのはいいけど、これどういうことだ。あと2日4月14日金曜日夜6時55分まで残り48時間。ああまあそれはわかります。でこれはどういうことだ。26年ぶりの旅立ちまであと2日、何か明日最新情報がこれは発信されるのかって思ってしまいますよね。これだけ見てみると、ちょっとここのところが若干意味深ではありますが、何かしらの情報が出てくるかもしれませんね。まあ楽しみに待っておきましょう。であとはポケモンスタジアム2っていうところで、さっきの内容と重複しますが、こちらがですねかなり話題となっていると。いやーけどこれすごいよね。であとはどれぐらいの方が知ってるかわからないけど、任天堂64のコントローラーが任天堂スイッチにさせるバージョンかな、厳密にはこちらが別途ですね販売されておりますので、もし気になる方はぜひご確認お願いします。ただ64のコントローラーがね、まあこちらなんだけど、まあ見たことある人がどれくらいいるかわからないよ。まあこんな形をしていて、なんか今思うとなかなか独特な形してるよね。だから今だとまず考えられないみたいな、まあそういった形してるんですが、これ意外にね持ちやすいんですよ。で今後ですね、任天堂スイッチオンラインプラスにどんどん64のゲームが登場するということが公式から明言されておりますから、まあこのタイミングで任天堂スイッチで使える64のコントローラー購入するっていうのもあれかもしれませんね。でしっかりと形は当時のものが採用されてます。で次こちらでございます。4月22日土曜日よりポケモンセンター25周年記念スペシャルピカチュウをコード配信っていうことで、残り約10日程度かな、10日程度経てば4月22日土曜日となっておりますので、このタイミングでなんと限定ピカチュウが配布となりますね。いやこれはかなり楽しみですよ。でなんとなんとこちらですね、ちょっと見えるかわからないんだけど、超巨大なピカチュウみたいで、普通のピカチュウとは違うんですよ。でなんとでっかい証をねもらうことができるんですよね。なんかこれだけ見てみると、なんかめちゃくちゃでかいピカチュウって感じがしないかもしんないんだけど、一応特別なピカチュウらしいですね。デカピカみたいな感じか。まあそんな感じになっておりますので、まあぜひね皆さんゲットしておきましょう。でこちらはですね、ポケモンセンター25周年記念スペシャルピカチュウのコード配信っていうところで、おそらくこれポケモンセンターに行かないと受け取ることができないかと思いますので、ぜひ今のうちに皆さん準備をしておきましょう。まあ、準備って何するんだみたいな感じなんだけど、で確か25周年記念の記念グッズみたいなものがね確か用意されてるはずなんで、それも欲しい方はぜひね行かれてみてはどうでしょうか。ただポケモンセンターはねあるところが限られてるから、場所が限られておりますので、そこのところが若干ネックなところかもしれませんね。
まあそんな感じで今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録、そして高評価お願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃの。